それはまだビルが母邸と呼ばれる以前の話。宇宙は一人の男によって恐怖のどん底に陥れられようとしていた。究極にして無敵、銀河最強の男、その名も究極無敵銀河最強男。あるところにブラフマー様がおりました。彼は銀河中を暴れ回る究極無敵銀河最強男を見て、天界に住むイダテンとベンテンに呼びかけました。あいつを止めないと大変なことになります。でもあなたたちは弱いから、弁天はお供の天使を鍛えなさい。伊達天には二人のお供を見つけておきました。三人一組となって究極無敵銀河最強男をやっつけるのです。二人はそれぞれのお供を連れて戦いに出かけました。
中間か。しかし究極無敵銀河最強男って何者すか。わしらを差し置いて銀河最強ってのはねえっす。大丈夫だ、俺たちの肉体美に勝てる奴はいない。兄貴ブラボー。よし、やつを追うぞ。やっと中間ね。だけど究極無敵銀河最強男なんて伏せてた名前でっちゅ。まあ気にすることないんじゃない。私の美しさに勝てる相手はいないわ。よし、行くわよ。
やったわね、伊達。俺たちに語るのは誰だろうが雑魚だぜ。そろそろ出発しないと奴を逃がします。そうでんじゅ。よし、みんな行くぞ。最強での私に歯向かうアホタレがいるという。まいったいい私。やっYeah.
6番線に電車が参ります。親愛なるお兄様へ。お兄様、月日の経つのは早いもので、あなたが私の元から旅立たれてから早3年が過ぎてしまいました。3年。私はお兄様への文をしたためるだけの毎日ですが、それでも季節だけは流れていたのです。流れて、お兄様が旅立たれたのは枯れ葉舞い散る秋、涙をこらえたまま冬が過ぎ、心の整理がついた時には草原に菜の花が咲き乱れていました。そして夏の日にはお兄様の額に光る汗を思い出し、また木々の紅葉する秋になりました。そうして1年、2年と過ぎ、今3年目の秋の訪れをこうして一人眺めています。一人で、お兄様が旅立つ前に二人で植えたあの栗の木、今ではすっかり大きくなり、秋風に香ばしい花の香りを漂わせて、私にお兄様のことを思い出させます。また裏山の二人の秘密のあの場所に松茸狩りに行ったことも思い出させてくれます。あ、お兄様、いつになったらあなたは戻ってくるのでしょうか。戻ってくるの？夜空の星を見上げながら、私はいつまでもお待ちしています。いつまでも。愛しい、愛しいお兄さん。お兄さん。追伸、昨日100キロが上がりました。よいしょ。
か？ OK。 あなたはなぜ究極銀河最強男なの？レイク、それは…銀河を恐怖のどん底に陥れた究極無敵銀河最強男は、自らのミスによりいともあっけない死を迎えた。たった一つの急所に当たった一撃は、最強の肉体を滅ぼすには十分だった。ありがとう伊達、ありがとう弁天、あなたたちの活躍はいつまでも語り継がれることだろう。何もしてないけどね。強敵であった。さすがに究極無敵銀河最強男ね。でも、勝ったんですの。やったでしゅ。うおー、感動で涙が止まらんです。俺一人ならここまで来られなかっただろうな。そうね、みんなで力を合わせたからこそ。これが愛の力でちゅ。
はい。よし帰ろう、俺たちのふるさとへ。お前らとはごめんだ。もうやってらんねえっすよ。あれだけ苦しい戦いを乗り越えて共に究極無敵銀河最強男を倒したというのに、三人の間にはギスギスした上下関係だけが残っていた。それを天界から見守っていたブラフマーはこう言った。まあいいんじゃないの、敵を倒せたんだし。アドンとサムさんがイダテンを兄貴と素直に呼べる日はまだ遠い。お前たちよくやったな。兄貴に一生ついていきやすぜ。苦しい戦いを乗り越え究極無敵銀河最強男を倒した3人にはいつしか固い信頼関係が築かれていた。戦いの中でアドンとサムソンはイダテンを兄貴と呼ぶようになっていた。その声を聞くたびイダテンは二人のためにも良き兄貴であろうと日夜トレーニングに励むのであった。いつの日にかこの銀河に魔の手が迫ることがあるだろう。その時にも彼らがいればなんとかなるに違いない。きっと多分そうなんじゃないかな。舐めてんじゃないよ。わしは関係。面白い。なんとか究極無敵銀河最強男を倒したものの、今回の戦いによって自分たちの無力さを思い知らされた弁天たちは、自分たちを高められる敵を求めてビルダー星系中心部へと向かった。そこで多くの敵と渡り合い今以上の力を身につけた時、彼女たちの通った後には臭い本残らなかったという。おいしいわ、ただだと。ねえ、出てたな。究極無敵銀河最強男は弁天と天使ミカ&エルによって倒された。弱だった天使もこの戦いで強さを増し、弁天はその美しさに磨きがかかった。すっかり気を良くした弁天だが、戦いが終わって腹の減っていることに気がついた。天界へ帰った3人はそのまま繁華街へ繰り出し、ブラフマーのツケで飲み食いを始めたのだ。まだまだ色気より食い気の弁天であった。
なんとか究極無敵銀河最強男を倒したものの、一同の疲れはピークに達していた。そのためかストレスも溜まっている。誰かのほんの一言が引き金になった。一触即発、6人は喧嘩を始めてしまうのだった。長く続いた喧嘩によって被害を受けた星1327、破壊された星650、未だ復興作業は終わっていない。究極無敵銀河最強男は二人とお友達の協力により倒された。今回の戦いにより彼らは知った。この宇宙にはまだ強い連中がいるかもしれない。だが努力さえすれば誰しもが銀河最強になり得る可能性を持っているのだということ。いつ第二第三の最強男が現れるかもしれないのだ。彼らに安息の時はない。ただ今は休もう。今日の疲れを明日へ残さないためにも。
ダメか。ダメなのか。